We'll be right back.
ああ、こんにちは。こんにちは。今、そうですね、戦ってましたね。やはり残してたイベントをちょっとこなしながら。そう、画像のイベントでやっとダルマ10個集めて、やっと指輪取ったんで、やることやりながら、トードが、英雄とかやろうと思って。今日はスービエ、ブロックブルケだったんで、今日は、アリードの塔行って砂漠だったのにノエルということで。うん。ことでね。あと、二つが塔があるから。違うな、三つか。うん。塔と七英雄やりながらやっていけば4日で終わるかな。このシリーズは。塔と七英雄し。まあ、金魚とかも入っちゃうから、明日が。そうですね。うん、結構育成も、進められるようになってきてるし。1.5 軍ももう少し頑張れば7800から8000いけるし、メンバーはまあ育てられればもっと幅が広がる。あ、これはさすがにイベントがその多分シナリオの6か7か8かその辺、8か9か分かんないけど、その辺のシナリオなんでさすがにクリアはできるけど、当時は厳しかったと思う。多分カウンターとか持ってるみたいだし。1回から10回は。そう思えば突然11回から剣の攻撃使ってくるで。当時は多分厳しかったんじゃないかなと。ああ、いや、いいと思うんですよ。やることない人とか、もう、例えば、何回やっても、ステータスが上がらない人はやらなくていいと思ってる。あと、イベントとか全部こなしてる人は。まあ、日々の、ちょっとやるべきことだけやって、休んででいい期間だから。うん。俺みたいに、やることがたくさんあるっていうか、まだイベント終わってないから、こういうふうに、やらなきゃいけない人以外は、休んでるべきで、明日金龍とか出るだろうし、中頃かし、終わりの頃に多分2勝が出てくるから、その時にやっていいと思う。うん。ああ。そう。お正月だからね、休んでていいと思うよ。これはまあテレビ見ながらぼーっとしながらやってるでやってるで、ポチッと押せばいいだけだからね。うん。まあ、気分転換にいろんなとこ行きながら。まあ、お正月のだるま10個が辛かったけど。